荻上チキです。皆さんはオリンピック見ましたか？オリンピックの開会式だけは見た、あるいは各競技を見た、あるいは特定の競技だけ見た、見たくなかったけれどもニュースなんかで流れてくるから知ってしまう、全部シャットアウトをしていた、まあいろんな態度の人がいらっしゃると思います。このオリンピックであるとか、それからスポーツ報道に関しては、さまざまな研究でスポーツ報道の特徴や癖というものが分かってきています。で、トニー・ブルースという研究者の方が、スポーツ報道における15のルールというものをまとめています。その15のルール、どんなものがあるのかは概要欄に貼ってあるので、ぜひ見てください。この15のルールが一体何を意味しているのかというと、特にジェンダーなどの論点において、報道の格差が、報道のギャップが生じがちであると。その報道というものが特にステレオタイプの再生産になってしまっていますよということが指摘されているんですね。一般のスポーツ報道では、例えば女性の参加をするスポーツというものの報道の割合というのが全体の1割程度にしか満たないというような指摘があります。オリンピックの時期になると一時的にこのスポーツの報道というものが男性女性半々に近づくような割合に変わってくるんですね。普段であれば、ではスポーツです、まずはサッカーの情報からみたいな形で報道されるサッカーというのは暗黙のうちに男子サッカーを意味します。ところがオリンピックの時期になると、続いては男子サッカーです、続いては女子サッカーですというような仕方で、オリンピックの期間だけその監視として女子か男子かということがつけられるということになるんですね。これは一見するとオリンピックの間だけ対等な報道が実現しているかのように捉えられるかもしれません。でも実際はそうではないんです。例えば、この15のルールの中に男性スポーツとの比較というようなルールがあります。これはどういうことかというと、例えば女性アスリートが画面に映った時に、この人は女三四郎なんだとか、あるいは女性版香川真司なんだというような仕方で、男性の選手におけるこのような役割をこの女性は果たしているんだというような格好で説明されるようなことが多くあるんですね。これは暗黙のうちに男性スポーツの方が中心で、女性スポーツはそれのコピーなんだというふうに位置づけてしまうような語りです。もちろんこれは背景として男性スポーツの方が著名で、その著名なスポーツの中に著名な選手がいるので、その著名な選手のような例えを使った方が分かりやすいだろうというようなメディア関係者の思惑というのがあるでしょう。しかし実際にそのようなことを繰り返すことによって、メインは男性でそれの女版なんだっていうような位置づけの語りというものがあちこちにこう氾濫をする。そうすると暗黙のうちに女性スポーツは男性スポーツと比較をされて語られなくてはならないというような、そうしたような見方というものを加速させることにもなるんですね。それからこの15のルールのうちの一つとして、子供扱いというものがあります。例えば男性アスリートなどについて使わないような表現が女性アスリートには使われる、まあ、例えば何々ちゃんというようなあだ名で呼ばれるであるとか、あるいはその女性アスリートのインタビューをする際には普段何を着ているのかとか、スポーツと一見関係ないようなことを聞く、そしてその相手というものをまさにこのリスペクトをしたスポーツ選手に対する接し方ではなくて、自分の子供や孫に接するような態度でインタビュアーや視聴者が接するというような、そうしたようなことが起こるわけですよね。それからいくつかの研究では、男性アスリートよりも女性アスリートの方がスポーツに関係のない質問をされがちだというようなことも指摘されています。それは例えば記者会見の場所で、あるいはインタビューの場所で、あるいは特集などの場所で、例えば女性のアスリートの方が母親であるということを強調されたり、あるいは恋愛観はどういったものなのか、普段のファッションセンスはどういったものなのか、オフはどういった時間の過ごし方をしているのか、そのようなことを聞かれがちであるということが指摘されています。僕が前見たテレビ番組では、バラエティの番組でアスリートの方が呼ばれていて、そのアスリートの方にメイクを軽減してもらったり、あるいはお見合いとか恋愛などを経験してもらうというような、そうしたような企画をやっていました。その際には普段は女性に戻れないので、あるいは普段は女性を捨てているので、今は女性を取り戻してくださいというような、そうしたの語りというものが番組の中で行われていたんですね。つまりもともとスポーツの語り自身が、女性何々、女性版何々というような格好でジェンダー化されやすいということと、スポーツの報道のあり方も本来は女性は恋愛をすべきだし、出産をすべきだし、メイクをすべきだしというような、これまたジェンダー化するような語りというものが再生産をされる。なので競技に対する語りと競技関係者についての語り、それぞれの中でどういったジェンダーコーディング、ジェンダーに関するコード化が行われているのかということにも着目をすることが必要になるわけです。この間のオリンピック報道、実際どうだったか、例えば僕がたまたま見た実況だと、特定の男性の選手が活躍した時に、なんという男でしょうというような語りが行われたんですね。でも女性のアスリートが活躍した時に、なんという女というには語られないと思うんです。この非対称性というものがあって、ある種男を挙げたとか、
あるいはそういったその男性性というものを誇るものが、まあ、スポーツの現場なんだという、そうしたの前提というものがいろんな実況の場面にも宿っているということになるんですね。私たちが普段見ているスポーツの現場、あるいは最近まで行われていたオリンピック報道にも、いろいろなバイアスやステレオタイプというのが埋め込まれており、それが再生産されることにもなっています。皆さんがふとした瞬間に見た、そうしたスポーツの現場での語り、どんなことが気になったのか、そこには一体どんなバイアスがあったのか、ぜひゆっくり考えてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。